キャンピングカーをですね、ちょっとですね、ご紹介させていただきたいと思います。累計1億円を得ている語学を使って復習時150万以上を得る方法を教える専門家、栗原久美子です。今日はキャンピングカーをですね、ちょっとですねご紹介させていただきたいと思います。こちらですね、もう運用していくとですね、やっぱり旅館とかで飽きてしまって、例えばそうですね、今だったらですね、外国人の方が多くなって、それでなかなかですね、宿が取れない、気に入った宿が取れないとか、そういうことがあります。ただこうやってキャンピングカーを使う、ちょっと高級席から泊まろうかなとか、あとちょっと休憩にもできますよね。なのでですね、それを一つ一つやっていきます。ではですね、キャンピングカーを降りまして、はい、じゃあこうやって素敵なですね、オレンジ色のですね、シートとかもやってくれるんですよ。でこちらですね、全部特注なんですね。特注で、特注でですね、このまあ大体1000万ぐらいですね。まあまあ、でも1000万で1年ぐらいかかるんですけれど、でもですね、自分のですね、もうやりたいようにですね、カスタマイズができると。で今ですね、こうやってベッドでこうやって寝れることもできますし、あとですね、電子レンジとか、あと専用の、見てくださいね、冷蔵庫もあるんですよ。冷蔵庫やっぱりですね、冷蔵庫ってこう車のですね、12ボルトを挿してですね、やるですね、ここもあるんですけれど、やはり備え付けでですね、ちゃんと専用のですね、この100ボルトの電源があった方がですね、この暑い時とかですね、美味しいジュースとか冷たいビールがですね、飲めるわけなんですよね。素晴らしいですわ。でですね、こちらもですね、こうやって今畳んでますけれど、これですね、簡単にしてですね、みんなでくつろぐこともできるんですね。はい、ではですね、今日は私の車の一つであるですね、このキャンピングカーについてお話しました。はい、ではですね、これハイエースという車なんですけれど、この大きさにした理由というのですね、やっぱり日本のですね、道路はですね、ちょっと狭いので、なのでアメリカのですね、大きなやつだとですね、ちょっと行けないところが、例えば美味しい焼き芋があったりしたらですね、こうやってですね、行けないじゃないですか、狭いんですから、そういうこともできます。はい、それではですね、今日はこういう楽しみもですね、あるということをですね、皆さん覚えておいてください。はい、ではですね、このキャンピングカーとかだけではなくてですね、私のですね、語学を使っている50万円の方法とか知りたい方はですね、この下にですね、リンクがあるので、なのでそこでですね、メールマガをですね、登録していただけるとですね、有益な情報があります。それではまたお会いしましょう。